アイカチャンネル。で次ドレッサーのこの右下の引き出しですね。これ4段あるんですけど、これは2段ずつの引き出し、組み立て式のやつをネットで買って2つ重ねています。じゃあまず一番上から。これもね、奥行きそんなにないです。っていうのもドレッサー自体が普通の机に比べると奥行きがないので、この奥行きのない引き出しっていうのを探すのが結構大変でした。でここはもうほぼ空箱とかですね、ルーターのルビラックとかが入ってた箱とか、あとこの前のね、あの割れちゃって移動させられないシャーロット・ティルブリーのパウダーだったりとか、あとマックのカセットテープのリップパレットですね、こういったものとか、こっちは全部空箱と、あと喉がすぐ痛くなるので喉スプレーですね、こういうのとか、あとこれねすごい便利です。撮影の時によく使ってるんですけど、ブラシをこうやって粉を落として使うやつなんですよ。で周りが結構粗いスポンジになってて、中央が細かいスポンジになってるので、こっちで大きく払ってここで最後仕上げみたいな感じでできて、これ自体も洗えるんですけど、これを撮影の時は机に置いて払いながらアイメイクしてることが多いです。ちょっともう懐かしいんですけど、あの眉毛プレートですね、こういったものとか、最近買ったマネキュアですね、ツヤがあって、あのインテグレートのかき氷ネイルした時みたいなクリアタイプのピンクとオレンジ、あとこっちがリンメルの、これもまたユニコーン系のキラキラネイルですね、こういったもので。ネイルはもう家で塗り替えることがほとんどなので、ネイルスタンド とネイルグッズっていうのは全部自宅に置いてるんですが、これだけ最近買ったやつなのでここにまだ入れたままです。じゃあ2段目、ここはチークとパウダーかながメインです。でこの手前のがこの丸い形のものがこう転がらずに収納できるスタンドになっています。なのでこのマック丸いの多いからこういったものを入れたりとか、あとこのスックのルースパウダーですね、こういうのをここに入れています。この後ろが、これはね多分ダイソーのケース、この仕切りを途中で変えられるっていうやつなんですが、これもねピッチが1,2,3,4箇所ぐらいしか変えれなくて、あんまり融通効かないんですけど、ここに、まあ、トム・フォード、シャネル、ディオール、キッカとかそういったチークを入れています。あとこのちっちゃいのがベッカですね、からフェンティとか入れています。でこれもね買い足さないと入りきらなくなってきたんですけれども、丸いやつでも、まあ、こういう入りきらないチークだったりとか、ナーズのブラッシュですね、サイズ的に今これにぴったりな収納がないのでそのままここに並べて入れてます。それからレフィルで使ってるこのマックのアクセンチュエイトですね、これだったりとか、アワーグラスのハイライトですね、こういったものもここに入れてます。ちょっと大きいですけどイラマスカのパウダーとかニックスのチーク、これはね厚みがあるからなかなかケースがないのでそのまま入れてます。まあ、どっちにしてももう一つ収納を、何かケース買わなきゃいけないなと思ってるんですが、このサイズがもう縦に入らないぐらいの奥行きしかないので、かといってこの手前の隙間そのままだったらこのナーズのブラッシュが置けるぐらいの幅なんですけど、これを入れるケースってなるとちょっとちっちゃいサイズになっちゃうのでどうしようかなと今迷っています。シングルアイシャドウを立てて入れれるやつを買って、この引き出しの中のシングルアイシャドウをこの隙間に入れるようにしてもいいんですけど、そうするとねカテゴリーがバラバラになるしなとかうだうだ考えてたら全然進まないです。じゃあ次上から3段目、カメラで中見せるの難しくなってきた。じゃあこっちがパッドさんですね、この大きい紙パケので、これね紙パケだしでっかいからさっきの机の上のスタンドに置けばいいじゃないかと思うと思うんですが、これはあの届いた時から破損してたやつです。厚みがすごいのでこのスタンドには入れられないですね。なのでもうパッドさんはずっとこんな感じで平置きです。でその横が妹がいくつか持って帰ってるので今これだけなんですけど、こんな感じで入れてます。あとこの前動画で使ったフーダビューティーのパレットと、あとはこっちもスックが混ざってたゲラン、ディオール、あとはプチプラ系ですね、リンメルにエクセル、あとルナソルとかキッカとかもここに入っています。なのでまあそんなにシリーズでたくさん持っていないやつがとりあえずここっていう感じですね。じゃあ一番下です。ここは基本的にもうベースと、あとアイブロウ系のアイテムが入ってます。
こっちがですねベースアイテム、まあ、マックのストロボクリームだったりとか、プチプラだとこのウィッチーズポーチとこの金箔入りのやつとか、春にお世話になったアレルバリアの BB だったりとか、こういうのが入ってます。あとこういうロフトに売ってる系の下地とかも入ってます。それからファンデーションだともうちょっと使うことないかなと思ってるんですが、一応置いてるディオールのこのフォーエバーのやつ、スックの前のリキッドですね。と動画では紹介してないんですけど、この高原堂のリキッドファンデとかが入っています。でこっちはアイブロウが多いんですけど、まあ、中にはダブルウェアだったりとか、このスックの下地とか、こっちは基本的にこう寝かして入れてるんですが、このスタンドに立てて入れても引き出しが閉めれるくらいの高さのものはここに入れています。あとは買ったけどちょっと使いこなせなかったスックのねビューラーだったりとか、この辺はもうコンシーラーとかアイブロウとかですね、そういったものがバラバラ入ってます。あとニックスのこのグリッターアイシャドウのプライマーかな、これとか、このシューの極太のペンシルを削ることができるシャープナーとかも入れてます。こんな感じかな。で隙間に入れているのがこのパウダーのファンデーションですね。今はもうスックのパウダーを持ち歩いているのでほとんど使ってないんですが、前まで使ってたこのカバーマークのパウダーファンデと、あとこっちはスック の, あの練り状のファンデーションですね。こういったものは隙間に立てて入れています。こんな感じ。これが私のドレッサーの上に置いているものと、あとドレッサーの引き出しと追加で置いているこの4段の引き出しの中身です。なので、まあ、ここのスペース作った時からほとんど変わってはないんですけど、ちょっと増えたかなっていうぐらいですね。で次この棚ですね。ここに置いているものを少しだけ紹介しようと思います。ほとんどディスプレイなのでその時の気分で変えてるんですけど、この一番上の段っていうのは動画撮る時背景としては映らないので今回は使わないっていうものが大体ここに置いてあります。でも香水なので普段普通に使ってるものですね。でその次の段は今はゲランのリュウですね。それからジョーマローンの石鹸とジョーマローンのオレンジビターのコロンを飾っています。その下はこの前ルパンの動画を撮ったので家からルパン の, この単行本未収録作品集、これを持ってきて飾ってたんですけど、その横に次元がいます。これ何の動画って話なんですけど、こう目がねチラッと見えてるんですよ。次元は犬口なので口がこううにってた。まあ、癒しコーナーですよね。こういうのがあったりして、でその下がナンバーファイブのローと、あとこのすごい尖ってるやつ、これクリスチャン・ルブタンのネイルですね。赤色のやつです。でその下がこれも動画に出したり出さなかったりなので、フーダビューティー の, あのリップのセットですね。それからブラシ入りきらないやつと、こっちがスポンジ、汚れてるように見えるんですが一応洗ったやつ、洗って次使えるやつのスポンジを乾かしてここの中に入れています。その下ルブタンのコスメの箱なんですが、これは開けるとこんな感じで香水が入ってます。これも家にもかなり置いているので、ここに出しているものと、まあ、そんなに使わない中に入れているものっていう感じで入れてるんですが、まあ、気分でディスプレイとね入れ替えたりとか、この中のものを使ったりしています。時期的に使わないものとか、これゲランのシャンゼリゼなんですけど、シャンゼリゼ私秋冬に使う方が好きなのでこういったものとか入れてますね。あとはココのパルファンとか、こういうフラコンボトルのちっちゃいケースたくさんあります。シャネルのアリュールのフラコンボトル、これもナンバーファイブのフラコンボトルですね。香水はね夏場はコロンとか軽く気分転換につけるのもいいんですけど、やっぱりこういうフラコンボトルのパルファ香水っていうのが一番香りの真髄っていう気はしますね。ちょっと香水紹介みたいになってますけど、大好きなジャンバトーのジョイはこれはもう廃盤になっている、まあ、レアな黒ボトルなんですけど、1個ストック取ってます。未開封のデッドストックですね。出ます。そういったものをここに入れています。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回は私のドレッサーに収納しているコスメをご紹介しました。で少し告知なんですけれども、来週ですね7月22日日曜日の夜ですね、久しぶりに YouTube の生配信やろうかなと思っています。また内容とか時間とか決定したら SNS や LINE 使って告知しようかなと思っているんですけれども、いつもは動画を配信していない日曜日の夜なんですけれども、お時間ある方はぜひ参加してみてください。一応いつもの動画配信している時間よりはちょっと遅めの時間にスタート
ートする予定なんですが、まったりとした週末の夜をね、皆さんと一緒に過ごしたいなと思っています。最後に今日のメイクです。目元がアディクションのリゴレットをベースに使って、その上からボビーブラウンのヒートレイを重ねていました。で、リップは先日ご紹介したこちらのエスティローダーのゴエモンのリップですね、エンビハイラスターリップスティックの107番、こちらのリップを使っていました。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。